コー TV ユミスケナウ。さあ始まりました、カサコーのユミスケナウ。どうぞよろしくお願いします。さて今回、久々に、はい、帰ってまいりました、カサコー TV、復活です。はい、復活です、復活復活。はい、もうね、前の動画をアップしてからもう今もう半年ぐらい経つんですけども、この間にね、もうコロナとかいろんなことがあって、もうあやこやで準備ももうあれこれでっていうので、もうねいろんなことがありました。中でも一番きつかったっていうのはパソコンが壊れちゃった。はい、パソコン壊れちゃったんですよ。それでもうそれをね再発注して、もうどうしようっつって、もう最初もう修理しようかなとかいろいろやってたんですけども、結局、もう購入することになりまして、で無事ね、コロナの、影響でその輸入がストップしてたんですけど、なんとか、届くことができて8月ぐらいに、ゲットできたんですね。今年の2020年モデルの iMac です。はい、でまあこれをねゲットしてやるからにはもういろんなねことにチャレンジしたい、そして自分の、持ってるものをね最大限フルにね活用して持っていきたいなと思ってます。で、ちょっと言い忘れたんですけど、この動画ね実はね、ちょっと緊急で撮っております。はい、なんで緊急に撮っておるかというと、私ね今ね、とある YouTube の、編集も受けて、仕事を、行ってます。で、そっちのね編集の方がねすごいやっぱりもうパンパンに入ってまして、でなかなかね自分 のチャンネルの方を進めることができなかったんですよ。っていうのはもっと早い段階で、このチャンネルを、アップして、どんどんねこうつないでいきたいなと思ってたんですけど、なかなかできるタイミングがなく、でもう最終的にはもう10月1日1日からのスタートでちょっと切りたいなとは、思ってたんですが、もうやっぱり我慢できなくて、はい、すいません、この10月1日どうしてもアップしたくて、この動画撮らさせていただきます。はい、改めまして、よろしくお願いします。はい、まずねこのカサコー TV これからどうやってやっていく、どうしていくのかっていうことなんですけど、YouTube 通してねいろんな魅力をね伝えていきたいなと思ってます。指すけに限らず、僕が今まで、感じてきたこと、それから、経験してきたこと、それを踏まえて、画面の向こうのあなたにちょっとでもね元気をね、分け与えることができればなと思って、この動画を再開していこうかなと。基本的にねなぜそういうふうに、思ったかっていうところなんですけどね、人と人があまり交わることができないっていう状況にもなっていきつつ、もともとねこう孤立するのが好きっていう人はなかなか少ないと思うんですけど、結構孤立しちゃうわけじゃないですか。でそこで何か、自分にも分け与えれるなんかパワーはないかなっていうふうに思った時に、自分がねやっぱり元気じゃないとダメなので、でそうやるっていうことは自分も元気でないとダメってことは、自分がまずは、元気であることってことは健康を意識して生活する、ね、それってすごい大事なことだなと思って、自分の自己管理も含めてこの YouTube をね再開して、そして、みんなにねこう元気を与えて分け与えて、はい、常にね、ピースな、世界を追求しながら発信していきたいなと思ってます。はい、やっぱりねこの指付けってね2本指でやるじゃないですか。なのでこう裏返したらねピースなんですよ。はい、いいんですけどね。はい、でそんな感じで、指付け教室をこうやってきて、これからも指付け教室やろうかなと思ってたんですけど、指付け教室はちょっと一旦ねもうやっぱりもうすっごいサボりまくってねこう来てた分、でも中では本当にねね、もう僕の中ではものもあったりとかで、すごい嬉しいんですけども、ここからちょっともう一発上のね、ランクにステップアップしていくためにも、パッとひらめいたのが「指すけなう」ってずっと言ってるし、僕「指すけなう」で、いろんなところでね、話もさせていただいてるんで、ここは「指すけなう」っていう、タイトルで、もうね繰り広げて、展開していきますんで。よろしくお願いします。はい、でまず最初の挨拶としては指付けなうっていうのはどういう、ね、こ
が、ね、もうまずね指すけしてるっていう、これ、はい、一人でやっててもね、まあ、面白いんですけど、まあ、動画見ながらね僕もこうやってあよっしゃこれできたとかね自分でどっかよっしゃできたっていうのも楽しいんですけど、それだけじゃなくてやっぱりねこう面と向かってとか、あとはなんかこうイベントでもいいです、そういう、場でそういう場でみんなで指すけをしたりとか、知らない人と初めてこうセッションした時に、生まれるその何て言うんでしょう、っていうかね、はい、そういうのをねこの指すけっていうのはね不思議とね魔法のようにね、壁をね崩してくれるんですよ。はい、でまあそこでねすごいドラマが生まれたりとか、はい、そういう不思議な力を持っているこの指すけのこの魅力をねこれから存分にねお届けしていきたいなと思います。はい、まあ、そんな感じですかね。できることはやっぱりここで指すけをしたりとか、まあ、こういうものがあるよとかね、それにちなんで、まあ、いろんなつながりがあって、そのつながりのところで、こんなこともあるよっていうことも、お届けできればなと思って、はい、そんな感じですね。まあ、ある程度のことはねお答えできるかなと思います。はい、ですのでこれからもよろしくお願いします。そしてかさこ TV これからね、ちょこちょこ、進んで、まあ、一歩ずつね進んでいこうと思ってますんで、ぜひぜひ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてグッドボタン、そしてねコメントの方に何でも質問と、書いていただければ、何なりとお答えさせていただければなと思います。はい、まずはねそんな感じです。はい、お手柔らかによろしくお願いします。はい、今日もご視聴誠にありがとうございました。皆さんお久しぶりです。そして帰ってきましたかさこ TV、 これからノンストップで突き進むぜ、イエー、ありがとうございました。はい、では指すけな Have a nice day。今日で僕37になります。結構なりました。はい、皆さん本当これからもよろしくお願いします。末永くこの YouTube を通して、そしていつの日か、あなたに出会える時もあればいいなと思ってます。ではまた明日昼飯前の11時半投稿よろしくお願いします。指すけな、Have a nice day。